して楽しみにしてたんですけど、ただね今日当日だもんね。メイドのよね。とこの衣装。かわいい。めっちゃかわいい。可愛いよ。なんか可愛すぎてさ。どうしたの？どうしたの？その衣装。ね。どう作ったの？作ったの。次の衣装にしてほしいってめっちゃ言ったもんね。そう。先週土日にね、ラブナに先に見せたわけよこの衣装。ありがとうございますね写真本当に。見せたんだけど。次の衣装これがいいとか言って、しかもアイスなんか一番最初に来たの気に入っちゃって、誰より先に来て誰より先に自撮りしてました。写真を撮ったんでこの後ツイッターに載せるんで、楽しみにしてください。私より先にやめてね。私より先にやめてね。はい、そういうこと。そんな感じでアオルセンターまだまだ楽しんでいけますか。イエーイ。盛り上がっていけますか。イエーイ。それでは聞いてください。丸×四角じゃ物足りない。丸×
私遊んでないでしょ。本当に見てないでしょ。いや、ちょっと緊張しちゃった。内緒それは。
あるじゃないですか、うん、いつも横浜見てて、やりいつかやりたいなって思ってて、そうなんだ、そう今日やらせてもらったんだけど、前日に DJ コーさんの基礎のやり方をめっちゃ見たの。マジで。でも今日やったやつ一個も出てきてない。一個も出てきてない。2人で2人でこの地球を、なかったらこんにちは、ハロー、見てみよう。
ます。まあこういったご時世なのでちょっと ありがとうございます。まあこういったご時世なのでちょっと声出しができないっていうところでアンコールのちょっとマイクの方で来らせていただきます。でまあ今日平日ということでなかなか人集まらないかなっていうのもあったんですけど、結構こんなにたくさんの方来ていただいて、アウルちゃんももちろん喜んでると思いますし、私たち生誕にもとても嬉しく思っています。で、まあ、アンコールぐらいはちょっと皆さんアウルちゃん大好きという気持ちを込めて一緒に盛り上がってくれたらいいなと思っています。アウルちゃん好きや。手拍子でアンコール撮りたいと思います。よければ皆さんお願いします。
当に、なんか1年ぐらいじゃん、なんかビデオやり始めて、なんか辛いこともなんかいっぱいあったけど、なんかラブナイのままずっといていいのかなとか、なんか全部いなくても変わんないのかなとか、いろいろ思ったりして、なんか今日の生誕で、なんかみんなにちゃんと私愛されてるなって、なんか改めて感じました。したいと思います。